リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリンドです。はい、本日はですね、フクロモモンガちゃんたちのお話をしていこうかなと思います。で、今ねちょっと24時間企画としてうちのね、ルセットオコウモリ、エジプシャンルセットオコウモリの、マナちゃんのね、24時間、動画の撮影をしております。この動画の、理由としては、私が、この子は24時間どんな感じで過ごしているのかっていうところを見てみたかったので、撮影してみております。で、一日どんな感じで過ごしているのかっていう形で、動画はですね、2.5 倍速ぐらいで、動画をお送りしようかなと思っておりますので、よかったらそちらでアップしますので、見てみてください。もしかしたらこの動画がアップされている頃にはアップしてるかもしれないですね。はい、なので、よかったら見てみてください。多分10時間ぐらいの動画にはなるので、もうお時間ある時に、ルセットオコウモリってこんな感じなんだ、みたいな感じで見ていただけると幸いです。はい、それでは本日の本題に入っていきましょう。本日の本題は、はい、うちのフクロモモンガちゃんたちのことでね、質問いただいていて、フクロモモンガちゃんたちの仲良し事情というのを聞きたいということで、お話ししていこうかなと思います。で、うち、今、全ケージ、フクロモモンガがね、飼育できる場所4箇所あるんですけれども、3箇所に各自います。で、ここはですね、もし独り立ちしたりとかしたり、子供が生まれたりした時用に、いつでも使えるようにしているケージとなっております。基本的には、ここに、ハルとウララという男の子コンビ、今出てきたね。出てきたね。ご飯食べに出てきたね。はい、ハルとウララという、男の子コンビが、ここにいて、ここにはギョロメちゃんとギョロメちゃんの娘、ウィンちゃんがいます。そしてここにはですね、パッチと、ハロくんという子がいます。はい。っていうところでございます。で、うちの仲良し事情なんですけれども、世間一般的にフクロモモンガはね、オス同士っていうのはなかなかペアリングが難しいというところでございまして、できる限りオスはペアにしないだとか、あとはオスでペアにしても女の子を感じさせない。発情期とか、一回女の子を知ってしまうと、男の子同士仲良くするっていうのが、なかなか難しくなってしまったりするんですね。なんですけど、そういう男の子同士でもずっと飼育をして、女の子を感じさせないっていうことをすると、一応ペアリングと言って、ペアにすることがね、可能になります。うちの子はね、ハルとウララは、男の子しか知らない。一応ね、カヤンポっていう、カヤンポというか、うちは押し入れんぽ。押し入れの中でね、散歩ができるように、作ってるんですけれども、押し入れんぽ中に、女の子に会ったことは何度かありますが、基本的にはそういう交尾行動っていうのをねしたことがないっていうところで、すごいわかりやすく言うなら人間でいうところの童貞みたいな話ですねにはなっているので、この子たちはね男の子をどうして飼育していけるんじゃないかなと思います。今ハルもウララも出てきてご飯食べてますね。すると動画撮り始めたらギョロメちゃんが出てきたね。下、はい、ギョロメちゃん、ここのギョロメちゃんなんですけれども、私が一番最初にお迎えしたフクロモモンガちゃんになります。もう1年ちょっと経ちますね。で、この子もっていうか、この子は、もともとずっと1匹で飼おうかななんて思ってたんですけど、なんかかわいそうというか、ペアの子を入れてあげたいなーってなって、ペアにしたりっていう形で少しずつペアが増えたりっていうところでございました。この子から始まってね、気がついたら6匹っていうところでございます。はい。で、ギョロメちゃんの旦那さんはですね、今こっちにいるパッチちゃんのケージのところにハロくんって先ほど言った白い子がいるんですけれども、旦那さんはハロくんでした。で、ハロくんと、ギョロメちゃんの間に生まれたのがウィンちゃんっていう子がいて、今、お母さんと娘だけっていうところになってます。はい。で、ギョロメちゃんとウィンちゃんは特に喧嘩は全くないですね。本当にお母さんと娘って感じで、仲良く生活しています。小競り合いも特にはないですね。はい。しで言うと、ギョロメちゃんが、ケージの周りでね、動くものを感じると、たまに
自己自己自己と威嚇ですねをするんですけれども、それがある程度で、それ以外は特には何もないですね。あの威嚇癖があるだけなので、まあちょっとビビりなんですよ。なのでそのビビって自己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 っていうのがたまにあるくらいでございます。はい、それ以外はですね、あの舌打ちも聞いたことないですね。あのチッチッチッっていう、あの袋ももが特有の嫌なことがあった時の鳴き声なんですけど、まあ、嫌なことというよりやめろっていうことですね、人間でいうところの。のやめろのチッみたいなのは聞かないですね。上のね、ハルくんと、ハルくんじゃ、ハルとウララちゃんは、ハルとウララは、そういうね、ちょっとした小競り合いはあります。チッとか、チッみたいな感じの、ちょっとした喧嘩はあります。それはね、まあ男の子同士なんで、まあ、なんていうんですかね、小学生男子とかもね、ちょっとした小競り合いというか喧嘩というかあるじゃないですか。なんだろうな。本当それぐらい。仲いいけど喧嘩するみたいな、そんな感じでございます。それ以外はね、特にないですね。危ない喧嘩もしたことないです。噛みついたりとか、あとは、取っ組み合いはするんですけども、本当に危ない、怪我するような喧嘩っていうのは今のところ見てないですね。飛びかかって、ね、口から行くような攻撃みたいなのもしてないですし、うん、うちの子たちはそんな感じで。男の子同士も仲良くしております。で、最後、ここがね、パッチちゃんと、ハロくんが入っているケージになるんですけれども、パッチとハロくんに関しては、まあ、新しく私がペアリングさせて、カップルにした状態になります。で、そのカップルにした理由っていうのが、パッチちゃんがですね、ちょっと過去に動画出してるんですけども、まあ、お怪我をしてしまったんですよね。で、あの本人は全然至って元気ですし、特に何か問題があるわけではないんですけど、万が一、その怪我が悪化して弱っていったりだとか、あとはその健康状態が保てなくなってきたりっていうのが怖かったので、今健康なうちに、もしもパッチちゃんの、遺伝子をね残すことができるのであればって思ってペアリングいたしました。で、獣医師さんにも相談しましたし、あとはお世話になっているね、ペットショップじゃないですけども、そういうところのショップさんの方、あとは飼育員をされているご友人の方などにもね、いろいろと相談させていただいて、下半身がねちょっとまあ不随ってことではないんですよ、脊髄神経をね損傷してしまっているっぽいので、それで足の先がねうまく動かないっていう状態で、こうなんていうのかな、膝というか足を引っ張る動作はできても、こう足をうまく使うっていうことが今できないっていう状態ではあって、なのでその状態なんですけれども、その何でしょうね、その状態でも繁殖子育てっていうのはできるのかっていう相談はさせていただいて、全然できるよっていうふうに言われたので、ここはね仲良くしてペアリングさせて子供を設けることができたらいいなというところで考えております。まあ私の、まあ、理想合わせっていうところではあるんですけども、その理想に対してパッチちゃんもハロくんも答えてくれて、ペアが成立しているのでっていうところですね。今はそんな感じで、3組のペアがあるという状態になります。でね、繁殖がねもし行われるとしたらそこだけになります。そこのペアだけしか繁殖っていうのはありえないっていう状態になってますね。中にいるのが男男と女女と、でそこが男女っていう感じで入ってるので、もし子供が生まれたとしても、そのパッチとハロくんのところだけっていう状態に今はなっております。はい。で、まあ子供がねできたらいいなっていうところなんですけど、そこの仲良し事情で言うと、基本は仲いいんですけども、寝床で寝ている時に多分ですけれども、ハロくんの求愛行動がちょっと激しいんでしょうね。袋ももんがって頭をゴシゴシとね、すりつけて求愛行動っていうのをするんですけれども、ちょっとそれがたまに激しいらしくて、パッチちゃんが怒る声が聞こえますね。ジコ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 って、あれは多分しつこくしすぎてて怒られてるんだと思いますね。あとは舌打ちする音もたまに聞きます。チッチッみたいな感じで、ハロくんはですね結構甘えん坊でございまして、で、なんていうのかね、求愛行動も激しい子なので、
おそらくそれがね大きく出てるんだと思われます。はい、っていうところですかね。うちの仲良し事情でいくとそんな感じでございます。そんなになんか喧嘩したりだとか取っ組み合いをしたりっていうのはないですし、あの前に動画も上げさせていただいてるんですけども、6匹同時にね押し入れで散歩もしたことがあって、その時もなんやかんやで問題なくっていうところですね。お菓子の取り合いをして、そこで小競り合いっていうのは発生したんですけども、お菓子の取り合い以外では起きてなかったんですよね。で、本当お菓子の取り合いの時だけでちょっとびっくりする喧嘩、びっくりするってことではないですけども、結構激しめな喧嘩はしましたけど、それ以外は喧嘩なくて、で、あのそもそも論ペアリングとか仲良くするとかっていうのが不可能だった場合だと、あのお菓子がの取り合いとか関係なしに喧嘩するんですよ。お菓子なくても喧嘩するので、急にもう襲いかかって来るなみたいな感じになるので、本当お菓子だけがきっかけっていう喧嘩だったので、仲良くできるんだなっていうのは私は思いました。まあ、簡単に真似もできない内容ですし、あんまり真似してほしくない内容ではあるんですけれども、そんな感じでございます。いつでもね、私喧嘩が止められるようにね、革手袋も持って、押し入れで 6P で散歩してたので、そういう、安全性もね、確保した状態でやってはいたんですけれども、そういうところもね、一緒に見て、やってみて、ああいけるんだなっていうのを実感した状態でございますね。本当に特に問題なくこの子たちは生活できていて、本当その6匹でやった時も小競り合いはあったんですけど、本当小競り合いだけで済みました。で、なんていうんですかね、危ない喧嘩、噛みついたりとか怪我したりっていうような喧嘩っていうのはなかったんですよね。なのでうちの6匹は意外と仲良くすることができるんだなと。ただどうしても欲張りな子が他の子のお菓子を奪い取ったりとかで、奪い取ろうとした時に奪われる側が取られたくないじゃないですか、お菓子なので。そのお菓子取られそうになった時に、ふざけんなみたいな感じで、そこで喧嘩になるんですよね。で、おやつを譲っちゃう子の場合だと喧嘩にならないです。ただお菓子譲る子はうちギョロメちゃんぐらいかな。ギョロメちゃんは割と取られそうになったら口から離してピッて、もうおやつマシュマロですけれども、マシュマロ離しちゃうので。あとはウィンちゃんもそうかな。ギョロメちゃんとウィン、親子ですね。そこの親子はおやつ取られそうになったら譲るかな。他の子は譲んないっす。で、食べるのが早い遅いっていうのはやっぱりその子その子によってあるので、そのお尻で散歩した時は一番ね、そういうおやつを食べるのが遅い、うららちゃんっていう子がいるんですけど、まあうららちゃんね、ここのね男の子のうららちゃんね、そのうららちゃんが一番遅くて、うららちゃんからハロくんがね取ろうとしていて、ハロくん食うの早いんですよ。ハロくん今全然出てきてないよね、ここね。でハロくんはね食うのがすっごい早くて、ねその早く食べ終わってまだ食べているうららちゃんから奪い取ろうっていうのをしていて、おい取んなよっていうところではありましたけど、本当そういうのが多いですかね。それ以外は特には何も起きてなかったですね。はい、お菓子の取り合いはやっぱり、ワンちゃん猫ちゃんとかでもありますからね、チュールの取り合いじゃないですけどね、そういうので喧嘩っていうのはあるので、本当袋もモンガだろうと犬だろうと猫だろうと、そういうのは変わらないのかなっていうところですね。あと欲張りな子っていうのもいるので、はい、そういうところですかね。とりあえず袋もモンガ、うちの6匹の仲良し事情っていうのはそんな感じです。6匹全員基本的に仲は悪くはないです。喧嘩もしないしかったし、押し入れで散歩させた時も。で、しかも、それ、ね、動画で出してないんですけども、何回かね、実は私やっていて、そのやってる中でも特に喧嘩っていうのは起きていなくって、本当にお菓子の取り合いだけしか起きてなくて、本当、わかりやすいな、こいつらって思いながら見てはおります。はい。うちの袋ももんがの仲良し事情っていうのはそんな感じでございます。はい、もしね、フクロモモンガのこととかで
何かうちこうなんだけどどうかしらっていうので気になる方はね、ぜひともコメント欄に書いていただければ、まあ私なりの飼育の上での見解っていうのはねお話しさせていただきますし、ちょっとわからないなとかお答え難しいなっていうのはちょっとわからないですって素直にねお答えさせていただくとは思うんですけれども、何かあればねコメントしていただければ、私なりの見解というのはねお話しできればなって思っておりますので、いつでもコメントしていただけますと幸いです。はい、本日は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方を見てみてください。また過去にですねたくさん動画上がっておりますので、そちらの方を見ていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。